桜井誠ニュース。1つ目、コンビニ弁当でステルス値上げ。価格は据え置きも底上げ&二重底の容量減で SNS に批判殺到。2つ目、共産議員岸信夫が引退。だって何言ってるかわからないものね。これが弱者に寄り添う共産党の本性か。3つ目、自民党復興税を延長する。防衛費に回すため。これがありなら何でもありだろう。まあ本当にね、こう日本がですねどんどん貧しくなっているというですね、そんなニュースです。値上げラッシュ、コンビニ弁当でステルス値上げ、価格は据え置きも底上げ&二重底の容量減で SNS で批判殺到だそうです。まあ本当にね、こうどうしようもない事態になってるんですけれどもね、まあコンビニのですね弁当などがどんどん値上げされているが、実質値上げですね。だから値段が変わらないんですけれども、その商品自体がちっちゃくなったりですね、でもう底上げされたりですね、そんな感じになっているというニュースが流れておりました。まあ今ひどいですね。あの特にこの底上げで悪評高いのがセブンイレブンですけどね。だからね、桜井もねもうセブンイレブンにねあんた行ってないんですよ。まあこのどうしてもね、どうしてもこうなんて言うんでしょうかね、なんていうのかな、必要なね、まあ、例えば飲み物とかね、そういったものを買うときにちょこっとこうコンビニに行くとこはあるんですけれども、あのセブンイレブンはねもう本当に最近こうなくなってきてる。まあ行く機会がね、もうとにかくここはあの弁当のこの底上げとかですね、であと何ですかね、あのカップのねジュースがなんかあの変な模様で容量がこう明らかにこう少ないのに、それを隠すようにしてこう上の方にねなんかこう変なこうね模様が入っていたりというですね、そんな感じ。いや他も底上げしてるのは確かですよね。ただね、あのセブンイレブンほどこうなんていうの、あの露骨にやってないでしょっていうですね、セブンイレブンほどですねこう露骨にねやっているわけではないということでね、まあ、とはいえね本当にこうたかだかコンビニ、されどコンビニといったですね、まあ東京だとねコンビニの代わりにスーパーとかねいくらでもありますしね、まあ、この放送が終わったら私あのまたねスーパーに買い出しに行くんですけどもね、今日のカレーはどういうふうに作ろうかとかですね、そう考えながら行くわけですけどもね、あの地方に行くとね本当にこのコンビニがあのなんていうの、もうあの命綱みたいなところもあるわけですよね、うん、だからそのコンビニの値上げ一つによってこう食費がね、まあ、月にかかる食費がこうエンゲル係数が変わってくるっていうこともありますのでね、まあぜひねこう皆さんね、そのあたりね考えながら買い物をしていただければと思います。まあ今スーパーでも高いしね、ということでございます。はい、続いてのニュースです。ちょっと待ってくださいね、続いてのニュース、共産党またもやですね、なんて言うんでしょうかね、まあ別にこれ自民党に対する批判というかね誹謗ですから別に私は構わないと思うんですけどね、どっちみちどっちも同じだろうというしか言いようがないんですけれども、ただね、ただ共産党のあんた言ってることが全然違うということで、岸信夫が引退だって何言ってるかわからないものね、これが弱者に寄り添う共産党の本性ということで、岸がね辞めようが何しようがね、まあ所詮は自民党の議員ですからね、まあそのまま首つったって構いやしないんですけれども、共産党はねそもそもねあんた何、身体障害者とかねこういった人たちに寄り添う政党だって歌ってたでしょうに、でそれがこういうこと言うんですかというですね、言ってることとやってることが全然違うでしょというですね、
本当にね、なんて言うんでしょうかね、こう、今のこう日本っていうのは、みんな矛盾してるんですね。言ってることとやってることが明らかに違うというですね、まあ、共産党はいつもの通りですけどね、70年前のね、昭和22年の政権議会の時にですね、本田先生がやってきました。政権議会の時に、あんた憲法第9条に猛反対していたはずの共産党が、70年経った今ですね、あんた憲法第9条は世界の宝にだと叫んでいるというですね、まあ、こんな感じでございます。はい、ということで、今日最後のニュースを見ていこうと思います。税金の話です。もうね、嫌になってくるでしょ。でもね、あと1、2、3ヶ月後か、3ヶ月後に、確定申告が来ますのでね、それでは見てみましょう。自民党、復興税を延長する、防衛費に回すため、これがありなら何でもありだろうというですね、もう本当にね、まあだからこのね、増税分をこう圧縮するために、復興税をね、こう流用するって言ってるんですね。もうめちゃくちゃですよね。復興税をそもそもね、まだ続けとるんかいと。いや、もちろんね、その福島とかね、そういったところで、この復興のために必要かもしらんけれども、じゃあ何かいというですね、今後ね、福島と同じような形で、南海トラフなんかはね、そういうふうに想定されてるわけですね。南海トラフ地震がそれを想定してるんですけども、この時に政府どうする気よというね、福島と同じですね、あんた支援体制を取ったら日本パンクしますよ、これ確実に。これ確実にね、パンクするんですよ。いやね、本当にね、こう、なんて言うんでしょうかね、税金を取るためだったら何でもいいと。だからタバコ税をね、増税したりとかですね、酒税を増税して、でその分をこう、なんていうの、自衛隊のこの防衛費の増額に充てる。いや、もちろんね、その増額、何が何でも増額したいというですね、この、なんていうの、首相の言ってることが分からんわけじゃないんですよ。ただ、なぜそれが必要なんだっていうことを説明一切抜きにしてやってるから大問題なんです。説明すれば簡単な話なんです。シナ人が日本を狙ってるというですね。だからシナ人なんていうこのふざけたですね、連中を日本に引き入れること自体が大間違いなんだっていうことなんですよ。で、それが言えないわけでしょ。それが言えないんですよ。まあね、本当にね、こう、国民に対してね、堂々と物が言える政治家がいない。もう常に国民にペコペコ頭下げて、選挙の時だけですけどね。で、しかも今ね、統一地方選挙が近づいてるわけですね。で、統一地方選挙で自民党がどれぐらい負けるかというね、ただこれも、まあ、参議院選挙と同じですね。蓋開けてみたら自民党が結局勝ったっていう形になるでしょうね。で、仮に自民党が負けたところで、あんた次に勝つのが、あんた立憲民主党とかね、あと何ですか、すべてのものを腐らせる維新とか、あるいは共産党とか、こんなんばっかりでしょ。話にならないんですよ。なんで言えないんだろうね。票に結びつかないからですよね。政治家にとってね、一番必要なのは票ですから。だから政治的信念なんてね、んなものね、あんたクソの役にも立たないと思い込んでる政治家がたくさんいるわけですね。というか、ほとんどの人間が、自分の政治的信条なんか捨ててるじゃないですか。いやね、日本のことを思ってね、
日本のためにね、こう提言をする、日本のためにね、怒る、そんな人間がね、もう桜井以外に一人もいなくなりました。一人もです。情けないったらありゃしないというですね。まあその桜井もね、もうあんた体壊しいのね、喉を壊しいの、もうボロボロになりながらね、こうやって生放送をやってるわけですね。だからもうね、後を継いでね、やってくれる人たちが次から次へと出てくるもんだと期待はしてたんですけれどもね、結局出てこなかったということですね。